オスカル・カール・リネルは、スウェーデン・ストック・ホルム県、ダンデリード出身のサッカー選手。イタリアセリエビー・ブレシア・カルチョ所属。ポジションは GK。日本でのメディア表記は、オスカル・リンネル、オスカル・リンネア、オスカル・リネア、オスカル・リネール、オスカー・リナーなど、多数ーあり、不特定な面が多い。2014年に、アイクソルナのユースチームに入団し、 翌2015年にトップチームに昇格。同年シーズンの7月5日のカルマル FF で先発で起用されプロデビュー。レーカラレイのカンプでデビュー戦を飾った。2017年シーズンにより聖地 EK に定着。2018年シーズンはアルスベンスカンでの優勝を経験した。2020年1月7日、ドイツの アルミニア・ビー・レフェルトと3年半の契約を締結。加入後は、ステファン・オルテガの控え GK に落ち着き、2019から20シーズンは不出場に終わったが、チームは2部リーグで優勝し、2008から09シーズン以来のブンデスリーが復帰を果たした。しかし、2020から21シーズンも不出場で終了。2021年8月11日、ブレシア・カルチョに、 買取オプション付きのローン遺跡で加入したことが発表された。2015年から3年間、ユース世代のスウェーデン代表でプレーし、2019年1月11日のアイスランド戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。